土がスポンジのようにゆっくりと水を吸い込んでくれるからなんだ。土に染み込んだ水は少しずつ流れ出し、ダムに溜まっていくよ。ダムの役割は水を一旦溜めて川に流す量を調節すること。ダムに水が溜めてあるおかげで少しくらい雨が降らなくても私たちは毎日水道から水を飲むことができるんだ。川の水は取水石と呼ばれる場所で取り込まれて次の場所に運ばれるんだ。ここでおさらい。ポイント1、水を吸い込む水源管用林。ポイント2、ダムは水の貯金箱。みんな、ちゃんと覚えようね。それじゃあ次は水道水を作る工場に案内するよ。Thank you.
困るよ。排水口の役割を果たしています。体温を調節する汗や体の隅々まで栄養と酸素を届けるため、大半が水人間の体の約3分の2はああいうふうに水でできている。ああいうタンクが入ってる。でも水は体の中でちょっと溜まっているわけではありません。体の中を駆け巡って尿や汗、呼吸として体の外に出ていきます。家で使われ汚れた水は水管を通り水再生センターに送られます。ここできれいな水に処理されて川や海に流れていくよ。水道の水を浴びる。